マトバヒトシ、マトバヒトシ、マトバ、ヒトシ、1957年3月25日隊は、日本中央競馬会所属の元騎手で、現在は調教師。1975年に騎手デビュー。若手の頃より頭角を表し、関東所属の上位騎手として定着。1989年にドクタースパートで、サツキ賞を制したことを皮切りに、 1990年代に、入り数々の GI 競争を制する。特に、GI 競争3章のライスシャワー、同4章のグラスワンダーとは、名コンビを歌われた。また、何らかの記録がかかった馬を破る例が多かった。ことから、一万などとも称された。2001年2月に引退。騎士通算成績は三百八十七戦1454章、うち、 JRA12,309,440 勝、GI 競争13勝を含む、重賞68勝、同前63勝。長教師として、2002年より、美穂トレーニングセンターに、旧社会業。JRA 騎手の的場隼人は息子。JRA 騎手、長教師の塚崎義信は、州都塚崎港は義兄。1957年。 北海道ニーカップ郡ニーカップ町の農家に住人兄弟の馬師として生まれる。実家は米作お家業として農工場を使用し、また、傍らで競争場の生産も手掛けており、馬はごく身近な存在であった。1961年、父親に連れられて札幌競馬場を訪れ、初めて競馬の様子を目の当たりにする。そこで騎手たちの姿に憧れを抱き、 この時より、おぼろげながら、将来に騎手を志した。小学生になってからは、旧車作業の手伝いもこなすようになり、また、家で買う農工場にまたがり、独学で乗馬技術を覚えていった。中学3年時の秋に、中央競馬の騎手養成長期課程を受験したが、不合格となる。しかし受験の手続きを買って出た人物から、中央競馬の旧車で作業をこなしながら、 騎士を目指す短期講習生というがあることを知らされ、後に知人のつてを頼って、中山競馬場所属の調教師、大久保房松を紹介された。大久保は75歳と高齢で、もう弟子は取らないと一度は断られたが、実家での直接面談を経て入門が決まり、1972年4月に上京。大久保旧社の一員となった。旧社の兄弟子には、 当時のトップジョッキーであり、後に騎士検証者として殿堂入りを果たす大原博之が大久保は昔ながらの技術は見て盗むものという心情を持ち、的場が彼から具体的な技術を教わることはなかったが、しかしごく未熟なうちから調教機場の機会を積極的に与えられ、そこで何らかのミスがあっても叱られることはほとんどなかった。一方で、 ゴーハラからはしばしば叱られつつも、騎乗技術の要点を具体的に教わり、マトバは本人の言う絶妙なバランスの中で育成されいった。マトバがゴーハラから叩き込まれた最も大切な技術は馬との約束時をいかに作るかという部分であったという。1975年3月1日に騎士免許を取得、同日の中山開催でデビューする予定だったが、 帰場するはずだった一頭が故障のため出走できなくなり、翌週のデビューとなった。初戦は、中山開催で、対抗姫に帰場して11着。初勝利は7月6日の中山開催、帰場場流星で挙げた。当初は同期生が続々と勝ち上がっていく焦りから、早じかけのレースを繰り返していたが、秋の東京開催で、 久保田金造旧車の馬の騎乗した際、残り200メートルまで仕掛けを待てという指示から勝利を上げたことで学ぶものが多かったという。初年度は12勝、2年目には重勝初勝利のスプリンターズ・ステークス、騎乗バージャンボ・キングを含む27勝、3年目には関東5位、全国7位の46勝を上げ、名騎手がひしめく関東において若手有望株として、 注目を集める。以後も着実に地方を固めていき、ランキング上位に定着した。かつてゴーハラが手本としていた、野平雄二は、若手時代の的場について、デビュー当時から新人としては際立ったスタイルをしていた。レースの運び方に柔軟性があって、リズムもある点と、無知の使い方が垢抜けているのが、彼の大きな財産と言える。ほとんど欠点といった欠点がない機種で、 岡部幸男、柴田正人が的場と同じ年の頃には、とても彼ほどの技術はなかったと評している。他方、八大競争、グレード制、導入、1984年後の GI 競争には、遠藤区、JRA が作成した、ポスター、ジョッキー列伝のコピーでも、不思議なことに、的場人氏は、未だに GI を勝っていないと記されていた。 1989年2月、大久保が定年のため長教師を引退し、これを機に的場はフリーとなる。4月16日、義系の塚崎港が管理するドクタースパートでサツキ賞を制し、デビュー15年目にして GI 競争を初制覇。さらに1990年にはリンドシェーバーで朝日杯三3歳ステークスを制し、GI2 勝目を挙げた。 1992年のクラシック三冠路線において、マトバはライスシャワーに起乗的場。マトバは当初、同馬をさほど高く評価していなかったが、東京優秀、日本ダービー2着を経て見直し、秋には三冠最終戦、菊花賞に臨んだ。この競争では、春のサツキ賞と日本ダービーを制したミホノブルボンに、史上5頭目のクラシック三冠達成がかかっていたが、 マトバライスシャワーはこれを破っての優勝を果たした。さらに1993年には天皇賞、春で史上初の3連覇がかかっていた、メジロマックイーンをり溶け優勝。ライスシャワーは、仇役的なイメージを持たれることになり、これに伴い、マトバにも、四角、ヒットマンといったあだ名が冠されるようになった。翌1994年8月には、 史上十一人目となる JRA 通算戦勝を達成している。その後、ライスシャワーは、低迷を経て九百九十五年の天皇賞、春で復活し、g i 三勝目を挙げたが、その月層の宝塚記念競争中に骨折し、安楽死処分となった。的場は、ライスシャワーについて、共にレースを走っている時は、無我夢中で気がついていなかったが、振り返ってみれば見るほど、 馬というものが人間には計り知れないものをどれほどいっぱい持っているのかをライスシャワーは僕に教えてくれたような気がする。彼に出会う前の僕がもしそうしたことをもっとわかっていたらもっといい接し方をしてあげることもできたかもしれないと思うと述べている。1997年 JR 駅主で初めてバレットを雇用。同年にはエリモシックでエリザベス女王杯に優勝。 さらにグラスワンダーで朝日杯3歳ステークスも制した。レーティングでは JRA 所属の2歳馬として史上最高の評価を受けたグラスワンダーであったが翌1998年3月に故障で戦線を離脱。その休養中、的場は別に主戦騎手を務めていたエルコンドルパサーで NHK マイルカップを制した。グラスワンダーは秋に復帰し、 両馬は毎日王冠で顔を合わせる。両馬を互角と見ていた的馬は悩みに悩んだが、最終的にグラスワンダーを選択。当時不調であったグラスワンダーは復帰から2戦で敗れ、一方のエルコンドルパサーはエビナ・マサヨシを背にジャパン間に優勝したため、的馬は選択を誤ったとも言われた。しかしグラスワンダーは年末の有馬記念で復活勝利を挙げると、 翌1999年にも宝塚記念、有馬記念を制して GIK4 勝を挙げる活躍を見せた。また、マトバが手放したエルコンドルパサーは1999年に行ったフランス遠征でサンクルー大賞に優勝、欧州最高峰とされる外戦門賞2着という成績を残し、同年の JRA 年度代表馬に選ばれた。マトバは両馬について同じ年に生まれ、 同じく外国サンバで同じように賢く強い素晴らしい馬だった。だからこそ僕も悩んだ。奇妙な役回りではあったが、その両者に関わることができた僕はとてつもなく苦しかったけどとてつもなく幸運だったのかもしれないと述べている。的場はグラスワンダーの引退式でグラスワンダーの本当の強さを皆さんに見せることができなかったのが 残念でなりませんとのコメントを述べており、グラスワンダーへの的場を含めた関係者の期待がいかに高いものであったかを物語るエピソードとして知られている。2000年、アグネスデジタルでのマイルチャンピオンシップ制覇が最後の GI 勝利となる。後、長教師免許試験の合格に伴い、2001年2月をもって騎手を引退。同月25日、 中山競馬場で引退式が行われた。JRA における通算成績は12,309,440勝、内 GI 競争13勝を含む10勝六63勝。3月1日、ニホトレーニングセンターに旧社を開業。翌2日に管理場が初出走し、6月1日に U1 キングで初勝利を挙げた。年には、 息子のハヤトが騎手デビューしている。2007年には騎手時代に東京優秀日本ダービーあるいは優秀品はオークスの優勝経験があるものを集めたエキシビジョン競争ジョッキーマスターズが開催され、的場も1998年にオークスを制したエリモエクセルの勝負復職で参戦し、9頭立て6着という結果であった。 早くから頭角を表したことから、世に、的場時代の到来を待望され、野平祐二からは、近い将来、必ず、リーディングジョッキーの座に君臨すると評され、時代を担う騎手と言われ続けた。最終的には、ランキングでは1994年の全国3位、関東2位、勝利数では1995年の94勝が、最高という結果となり、引退時には、 イブシギンの名手という言葉で送られた。ライターの江ズラヒロは、それでも、的場ほど、デビュー当初から引退するまで、一定のレベルを保ちながら活躍した騎手はいない。腕や技術は誰からも高く評価され、堅実な手綱裁きは、ファンの信頼も厚く、本命党には信頼され、穴なにはさらに頼りにされたと評している。出走相手の記録を阻止する騎手として知られた。 ライスシャワーによる、ミホノブルボン三冠阻止、メジロマックイーンの天皇賞、春三連覇阻止が有名だが、他にも、吉野スキーで、金見ミカの中山記念三連覇を、ューデナムキングでエイティトー賞の中山記念三連覇を、エリモシックで、ダンスパートナーのエリザベス女王杯に連覇を、2000年のマイルチャンピオンシップでは、アグネスデジタルで、安藤勝美の GI 初制覇を阻止している。 ただし、マトバ自身は、ライスシャワーとのコンビについて、競争馬と勝負師が勝ちに行っているのだ。そこには、悪役も何も、ないはずであると、こうしたイメージの定着についての不快感を、表明している。ライターの笹本昭彦は、マトバについて、誠実な印象の二枚目でありながら、しっかりと、いやらしくて、えげつなくて、冷酷無比のヒットマンであるという稽なキャラクターとした、上で、 米国無比のヒットマンではあるけれど、そのスーパーウェポンはやっぱり、パートナーを信頼する、誠実な、技巧なのだと評した。また、大競争を勝ってもガッツポーズをすることがなかった。マトバ自身はその理由として、次のように述べている。2004年に、騎手デビューした川田章宮美は、競馬学校在籍時に講師として訪れたマトバから、僕らは、ゴールしたら、いくらでも喜べるけど、 馬が一番しんどい思いをしているんだから、やっとゴールした時にガッツポーズはしないという話を聞き、できる限りガッツポーズをしないよう心がけているという。伊藤雄二によれば、的場は1日の開催を終えると、必ず騎乗馬の角場棒を訪ね、馬の無事を確認していたといい。これについて、伊藤は、なかなかできることではない。一時が万事という言葉もあるが、 大久保久松町教師を通して、競馬の古き良き時代の、きちんとしたしつけを受けて育った騎手と評した。兄弟子の郷原からは、前向きで誠実で努力を惜しまない男。これは誰もが知っているとの言葉を送られている。女性ファンを多く抱えていた、ともされ、優秀が1986年に、読者へ行った、グッドルッキングジョッキーというアンケートでは、島田伊佐夫と同数での2位となっている。 通算戦勝を達成した際、これを記念して歌手のサダ・マサシが一人ポッチのダービーという曲を制作し、これをマトバ自身が歌った CD が関係者に配布された。レコード会社から発売の打診もあったが、これは断ったという。サダが歌ったものがアルバム、思い出泥棒に収められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。